高高橋の成績。まあまあスタンダード。球団によるパワハラだろこれ。被打率3割はいかんでしょう。このまま行ってほしいけどどこかで勝てそう。もともとイニングも奪三振も微妙な3番手 P が確変して170イニング投げただけみたいな P やからな。肉体改造で球速上がっても奪三振微妙なままやしのビシロも完全にないことが証明されてしまった。ホワイトソックスにふさわしい成績。素直にかわいそう。勝率 0.00% が戦後初の大快挙らしい。この打点シーズンで3割近く打たれるってむしろよく防御率これで収まってんな。すまん、なんで勝ててないんや。平よく文句言わねえなって思う。相当難を積み上げないとできない数字。このままだと逆田中将大になれる。防御率1点台がポカポカ出てる年にこれはね。メジャーは勝敗を見ないから。玉ブライバイならこれでも3点台に収まる違反玉のヤバさを伝える伝道師になってほしい。防御率3点台で全敗はさすがにかわいそう。あと3回登板かな。ここまで来たら0勝達成してほしい。無失点でも勝てなくて草しかも負け投手が高橋でもっとくさ。昨日投げ続けてで全く勝ちつく可能性なしでクソ笑った。ご視聴ありがとうございました。